ラリードポルトガルはポルトガル北部地方で開催される世界ラリー選手権の一戦。1967年創設。1973年の WRC 創設時からカレンダーの一戦として行われてきた。ポルトガル北部の中心都市ポルトの近郊にあるマトジニョスを中心に開催される WRC の年間スケジュールでは、 欧州グラベル連戦の初戦に位置づけられている。メキシコやアルゼンチンに比べれば、標準的なグラベルラリーであり、そのシーズンのマシンパフォーマンスを見極めるのに適していると言われる。熱狂的な観客がコース脇を埋め尽くすイベントとして知られ、1986年には観客を避けようとしたマシンが人垣に突っ込んで死傷者40数名を出す惨事が起き、 グループ B 廃止の一員ともなった。2000年には最優秀ラリー賞を受賞したが、観客整理の問題もあり、2002年には新設されたラリードイチュラントと入れ替わる形で WRC カレンダーから外された。開催地を最南端のアルガルベ地方へ移し、2007年より WRC に復帰したが、その年にもシェイクダウン中に観客負傷事故が起きている。 2008年はインターコンチネンタルラリーチャレンジのイベントとして開催され、2009年より再び WRC カレンダーに復帰した。2015年より再び北部地方の開催となった。スペシャルステージは砂状の柔らかい路面と硬い岩盤が混在し、タイヤ選択が重要になる。走行時に浮いた砂が巻き上げられ、 砂ぼこりで後続者の視界が遮られることもある。風力発電用の巨大な風車が立ち並ぶ名物 SS。パフ,フェにあるジャンピングスポットは多くの観客を集める。ありがとうございます。